はい、初参加のホルダーさんになります。はい、ありがとうございます。じゃあいくつか、インタビューさせていただきたいと思います。まずホルダーさんのチーム名の、由来を教えてください。はい、私たちホルダーは岩手県北上市で NPO 法人ホルダーという ところの、毎週金曜日に集まってフットサルの練習をしているところから、ちょっと今回初参加ですが参加させていただいたチームです。皆さんその、日程も合わなかったりと今回は少数になってしまいましたが、多い時は20人ほどで活動しています。はい、ありがとうございます。はい、まず予選リーグですね、もう終了したんですけども、予選リーグを終えての感想と、まあ、決勝リーグに向けての、意気込みなどを聞かせていただければと思います。予選はさすがにちょっと久しぶり、まあ、初めてに近い皆さんなんかになってしまったので、思い通りに体が動かない面もあったので怪我もなかったのでそこは良かったと思います。決勝ではもっと皆さんゴールを目指して得点が取れるようにもっと走っていこうかなと思っています。はい、ありがとうございます。決勝に向けて頑張っていただきたいと思います。じゃあ最後に一つ、ホルダーのエースということで、リフティングを披露していただけるということなのでお願いしたいと思います。おお、テイクワン、大丈夫大丈夫。おお、うまい、うまい。おお、おお、おー、すごい、いい、よし、おい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 、はい、ホルダーのイエスでした。はい、では、決勝に向けて、決勝リーグに向けて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。